ったけど、いやー有能ですね本当に。あとはこれ通れるかどうかですね、もしかしたらね噛んでる時にね、いやいやいや待ってください、そんな値段になるわけないじゃないですか、一旦もつけられてる感じもあるかもしれませんからね。当たり前ですけど通れましたね。ということで問題なく利用できました。まあそれじゃそうなんですけど、分かってることですよね。いやーこれはお得ですね。これだって新幹線の場合ね、どっかに料金がもうエントリーやったら好きになるか、どこやったっけ、運賃表が、あれ今運賃表ってないのか、ちょっと運賃表が見当たりませんけど、2300いくらですよね、行こうと思った。で在来線で行こうとしてもあれなんですよね、あそう在来線の料金だけ見とこうか、豊橋まで普通に乗ったら1340円ですもんね。ってことはあれで新幹線乗った方が100円安くなっちゃうんですね。なんということでしょうね。しかもプラスこっちの方まで来ちゃいますからね。で、淡路島宮まではこっちですね。300円か。まあ300円十分安いですよね。一応ね、ちょっとここももう一つ裏技があるんで、まあ使えたらですけどね、ちょっとこれは真剣ショップ行くんですけど、あるかどうかが微妙なチップなんで、一応そこで。金券ショップだけちらっと見てこと思います。さてとちょっと一本外れの方まで来ましたけど、そうこれが良かった、売ってましたね。こんな感じでね、名鉄のチップでこういうのがあります。名古屋ココアイ30、これ30枚チップなんですけどね、なんと30枚チップで8150円ということで、まあまあ1枚あたりすると270円ぐらいでいけるんですけど、普通に買うと名鉄やと名古屋から一宮やと380円なんですよね。ですから100円近くお得になるっていうのは、結局 JR が300円で80円 JR の方が安いんですよね。でそうすると名鉄フリーじゃないですか、ね、出すんで所要時間もね JR の方が確か早いじゃなかったかなっていうのがあるんで、それに対抗するために実は一宮から名古屋、あと岐阜 と名古屋の間とか塩駅の間は、名古屋駅から塩駅の間っていうのはこの30枚つづりで1ヶ月限定のやつでやと安く、1ヶ月限定じゃないのか、12月31日までになってますもんね、ですから結構長い期間大丈夫ですよね、っていう、チップがあるんです。でこれが要はバラ売りをしてるんですね。でねこれね今日は金券ショップ寄ったら290円です。ですからね、まあ、こっちで買ったら10円安いよってことなんで、結構お得ですよね。っていう、やっぱね、こうやって競合してるところがあるといいですよね。あ、こうやったらどうやって、多分ね、290で統一されてると思いますよね。そうですね、ここでも名鉄は290円ですね。あ、ジャイアンスキップのやつ買ったら280円で買えたんや。マジか。なるほど。まあ、いいや。在来線って向こうやったら売っとるかな。まあでもせっかくやったら一宮で探しましょうか。こういうねお得な切符がある、これねやっぱね競合があって、これだけ利用客が多いところは競争が激しいですからね、こういういろんなサービスを駆使してお得に使わせていただきましょう。いやありがたいですね、290円ですよ。昨今の牛丼より安い値段で一宮までいけるんですからね、まあ、それやったら300円でもいけるわけですけど、でこれで名鉄に乗ったりです、まあ、往復切符なんで2枚買ってね、別にやってもよかったんですけどね、とりあえず試しにね1枚使っていこうと思います。名鉄はそっちやね、ではカオスで有名な名鉄に乗ってきましょう。でもそっか、これで使っとったらあらかじめ切符とか用意してロスなく行っとけば、新幹線使ったらワンチャン1時間ちょっとできるんですね。
めちゃくちゃそう考えるとありがたいですね。まあ、新幹線がチートっていうこととも言えると思いますよ。じゃあね、じゃあ早速通していきましょう。あ、ね、免疫なんでね、何せ人多いですからね。よし、じゃあちょっとね、そうして、どうした、こんな感じで印字が入るんです。で、一宮方面からかの時はね、ニュースカイ乗る時はね、真ん中でいいんやけど、ホームがいいよね。というか、横幅がね、こんだけなんですよね。名鉄名古屋って。さあ、でも名鉄に乗っていくのは、あ、もしかしたら名鉄で行くのは、一宮住んどった時以来か。一宮住んでた時は、実はここを名鉄で使ってたんですよ。ってのは、うちが、名鉄の一宮駅からもだいぶ近いんですけど、要は、妙高寺と一宮の間、やや妙高寺寄りだったんですよね。ですから、妙高寺から乗ることがちょいちょいあったんで、そうするとね、名鉄オンリーになりますからね。ということで、来ました。もう、キングオブカオス駅。これね、舐めたらいけないのがこれなんですよね。まあ時刻表見るじゃないですか。ああ、まあ確かに多いな、多いな。123456やってください。1時間8本でずっと来ますよね。まあ確かにここら辺になったら1時間に10本とかになってますね。多いなと思うじゃないですか。気をつけないといけないのはこれと、ここにも、あ、書いてあるね。それぞれの方面1時間に、ああ、1時間の50分に1本来るのが多いな、多いなってなる。で、こっちの方を見ると、あ、こっちもこっちで移動しますよね。要件と1時間、4、5、6、7、1時間に8本、ずっと来ますよ。何が怖いって、これ、JR でもよくあるじゃないですか、こうやってね。それぞれの方面のやつがあってね。まあ、これぐらい書いてあることはダダじゃないですか。これが、すべて、このホームにやってくる。あそこに書いてある列車が全部ここにやってくるんですよ。で、反対側の列車はあそこには書いてないんですよ。で、反対側は反対側で、いわゆる豊橋方面ですね。あっちの方に行くやつは同じぐらいの本数が向こうは向こうで用意がしてあるわけです。これはカオスです。結果的にこのね、マッチに来て分かりやすいですけど、乗り場かというと、じゃあ、福島方面やったら赤に並んで、犬山かりんやったら、あの、緑に並んでとかね、こういうような、不思議な、特殊なやつになってます。で、うちらの場合は、一宮方面になるわけですよ。そこね、青色のところでまとったら大丈夫ですよっていう構造です。で、覚えとくといいのか、これ、この色と、ね、液晶モニターがありますけど、この液晶モニターのこれピカピカしてるね、字の色、字の枠の色、これが、この下の色と連動してるんで、一台やったら、一宮に行くんやったら、青いところで待っとけばいいよという、そういう、ロジックになってます。ここが近鉄の乗車券売機になってるんで、ここからね、近鉄方面が買えますよ。近鉄直接乗り換えするときはここから行けば大丈夫ってことですね。で、近鉄の特急券売機はないんですけど、中入ったところに特急券売機あるんで、別途そこから買えますし、今はもう近鉄はね、その販売がすごく便利になってますし、ポイント還元率がすごいいいんで、あちらをぜひお勧めしますけどね。近鉄チケットレスサイトみたいなのがありますね。で、まあ、これは新宇沼行きやから、これに乗っちゃった。ピタッと止まります。あれ面白いですよね。で、端っこの方に行っとろうかな。次も岩倉行きやから、次は特急か。一部特別車やで。特急でもう一度に当たっちゃいましょう。半分かけてなってました。もう次は2分後ですからね。なんでしょうね、本当に A 列車見てるみたいですね。で、次八王先生やから、端まで行っときゃ大丈夫はずです。よし、
1番から4番まで。緑色の線に1番から4番。